このそば。留守番は暇。アクセルに遊びに行きたい。悪いけど、今日は付き添えないよ。知り合いの即売会の手伝いがあるんだ。そんな。アクセルの町、食べ放題。米っ子一人で使える移動手段もないし、今日はおとなしくしてた方がいい。また今度連れて行ってあげるよ。それでは。移動手段。あ、わかった。着いたぞ。ありがとう。運賃はさっき捕まえた虫でいい？またごひいきに。って言うと思ったか！毎回毎回気安く呼び出してんじゃねえ！留守番頼まれてたのに出かけたりして、母ちゃんに怒られても知らねえぞ。そこはうまくやるから大丈夫。じゃあまたね。またねじゃねえ、二度と呼ぶな。わかった、またお家でね。違う、全然わかってねえ。ほう、これは面白い組み合わせだな。ただいま戻りました。店番をお任せしてすみませ、このケーキうまい。もっとある。この欲しがり小娘め、もしないと言ったらどうだ。がっかり。いいぞいいぞ、子供特有のこのストレートな悪感情。バニルさん、どうして米っ子ちゃんと。悪感情に飢えすぎてとうとう誘拐を。タケ、この年齢で悪魔を呼び出すものなど珍しいからな。興味があって少々話を聞いていただけだ。そう、話を聞かせる代わりにケーキを食べさせてもらってる。等価交換。米っ子ちゃん、難しい言葉を知っているんですね。それにしてもどうしてアクセルに。留守番してたけどお腹が空いて。そうですか、お腹が空いて。それならいいものがありますよ。このポーションはいかがでしょう。一瓶飲めば満腹になるという優れものです。飲む。ほう、迷いなく口にしたか。その心意気合いよし。だがこの展開はおそらく。どうですか米っ子ちゃん。どう、確かにお腹いっぱいになってきた。すごい。なんかお腹が重くて動けない。どうしちゃったんでしょう。ポンコツ店主よ、このポーションの説明書を読んでみるがいい。一本飲むだけで満腹に。その続きだ。注意？飲むと満腹になり、一時的に体が重くて動けないことも。見た目に影響はありませんのでご安心を。へー！米子ちゃん、大丈夫ですか？気持ち悪かったり、痛かったりしませんか？大丈夫。でも、動けない。どうしましょう？腹いっぱいになって寝おったか。心配はいらぬ、目覚める頃には元に戻っているであろう。そうですか、よかったです。さて、一安心したものの、この使えんポーションを大量に仕入れたことがバレて内心ドキドキしているポンコツ店主よ。どうしてそれを。店先に置いてある大量の木箱くらい見えておるわ。よもやこの小娘のように
安らかに眠れるとは思っておらぬであろうな。バリル式殺人カーセ、ここ外だ。目が覚めたかい？あれ、おんぶしてくれてるの？ああ、知らせがあってね。アクセルまで迎えに行ったら気持ちよさそうに寝ていたから。それよりもこんな遅くまで勝手に出かけたりして、ご両親がカンカンだよ。やべえ、あれどうにかならない？代わりに叱られてあげることもできないし、心配してくれているご両親にまずはちゃんと謝るのがいいんじゃないかい？わかった、ちゃんと謝ってまたご飯食べに行く。このそば。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このそば。今ならなんと特別に食べられる石鹸もついてきますよ。入信書はこちら。はい、姉ちゃんのお姉ちゃんだ。ああ、熱心な布教活動の真っ最中のようだ。邪魔はしないようにしな。米粉？入信書なんだ、宗教の介入かよ。いらね。そう言わずに話だけでも。ポイ捨てよくない。米粉ちゃん？いや、ポイ捨てっていうか、このプリーストが無理やり押し付けてきただけで。でも捨てたらダメ、ちゃんと持ってく。はい、お兄ちゃん。う、そうだな、すまね。ちゃんとサインもする。ああ、わかったよ。うん、お兄ちゃんはいい子。なんだ、妹ができるってのも悪かねえな。すごい、みるみる怪獣していく。これだわ、アクシズ教が求めていた人材は。それに、なんて可愛らしいのかしら。米っ子ちゃん、ちょっとお話ししたいことがあるの。おいしいところてん料理のお店があるから、そこでお話ししない？行く、アルエも一緒。ええ、もちろん。3人で今日の布教活動について作戦会議ね。こーなすばー。驚いたね、あんな気難しそうな人までサインするなんて。これで何人目だい？とにかくたくさんよ、すごいわ。帰ったらところてんスライムパーティーね、米っ子ちゃん。ところてん。思った通り、米っ子ちゃんがいればどんどん信者を増やせるわ。しかも米っ子ちゃん、明日は別の教会に行ってみましょうか。そこでは美味しいご飯をくれるのよ。すごい、絶対行く。配給に来た人たちを勧誘すればエリス教の信者も減らせる。お腹も膨れて一石三鳥だわ。うん、なんだか悪事に加担している気がしてきたよ。だが、それも悪くない。メグミンさん、よかったわ、見つかって。お姉さん、そんなに慌ててどうしたんですか？大変なの、米っ子ちゃんが寝取られてしまったのよ。ネット？お姉さんを手伝っていたのはアルエから聞いていましたが、一体米っ子に何をさせているんですか？私の可愛い妹に何を！苦しいです、めぐみさん、手を離して。つい我を失ってしまいました。ですが説明はしてもらいますよ。
見てもらう方が早いわ。一緒に来てください。でも姉であるメグミンさんには辛い光景になるかも。そんな、コメくん、コメスバー、さあどうぞ。コメっ子さん、今日の配給は焼きたてパンとご要望にあった鮭のおにぎりです。ありがとうございます。うまい。お褒めに預かり嬉しいですわ。お姉さん、何かしら。配給をもらってるだけのように見えますが、しかもアクシズ教の教会よりもはるかにいいものを食べさせてもらっていますよね。そんな、辛くないの、めぐみんさん。コメッコちゃんはエリス教の奴らに餌付けされ利用されているのよ。見ろ、あの子供の幸せそうな顔を。やはりエリス教は素晴らしい。本当？あの、私にも手伝わせてください。はあ、コメッコちゃんのいたいけな可愛らしさ、まさにアクシズ教の至宝となるべきもの。独り占めしていいのは私だけです。どさくさに紛れて何を言っているのですか。コメッコはお姉さんにもアクシズ教にもあげませんよ。あ、姉ちゃん、いっぱいご飯もらった。この人たちすっごくいい人。ああ、コメッコ、エリス教の皆さんにお礼を言いましょうね。このお姉さんよりはよっぽど信用できます。な、メグミンさんまでエリス教の方を。やはりエリス教とは駆逐すべきだわ。美人三姉妹の仲を引き裂くだなんて許せません。当然のように姉妹に加わろうとしないでください。飯が食えるならエリス教でもアクシズ教でも構わない。おかわり。